ヤマンバチャンネル、パッパッパー、ヤマンバ、ヤマンバ、イエーイ、グラドルプルルン縄跳び選手権、やってまいりました。さあということでございまして、今回はですね、はい、この方遠坂美羽ちゃんにお越しいただきました。はい、こんにちは。踊るロケット爆乳ミーパイこと遠坂美羽です。プンプン。ごめん、最初何て言ったか全然分かんない。何て言ったの？踊る？踊るロケット爆乳です。わお、はい、スリムなのに胸大きいね。ありがとうございます。どういうことですか、踊る爆乳って。あ、ダンスをずっと小学校1年生からやってて、はい、それで踊る時に揺れるおっぱいとともに、はい、ロケットのように飛び出した爆乳なので、踊るロケット爆乳っていう。踊りづらくないの？一回それでダンスやめたんですけど。わかる、はい、ダンスやってた人みたいな。ちょっと新ダンスやってた。そうかそうか。今揺らしながら踊ってますもん。ちょっとだけダンスを踊ってもらってもいいですか？はい、踊るロケット爆乳ダンスの基本をお見せしたいと思います。はい、お願いします。いきます。はい、わすごい、わすごい、わすごい。ねえねえ、ちょっと待って、これからの縄跳びがなんか ありがたみがなくなるから。そうなんですよ、やめてもらおう。そうなんですよ、縄跳び取っておきましょう。さあ、この後縄跳びをね30秒間跳んでもらうんですけど、はいはい、自信のほどは？ダンスやってて、ね、運動神経はいい方なんで自信あります。ある。はい、今ね、ミリちゃんがね、先ほど、そうなんです、もうさっきすごい新記録、はい、80回で行ってます、うん、で、最下位は吉田美希ちゃん。大畑さんもです。あ、そうだったなんで差し置いて、県外みたいな場所にやられてるじゃないですか。さあ、どこら辺狙いますか？狙いますか？100回行きます。マジで？行かなかったらどうする？別のゲーム始まっちゃった。一発ギャグやる。じゃあそれで終わりましょう。どっちも惜しいと思ってね、やめてもらっていいですか？さあ、それでは100回ということで目標立ててくれました。はい、はい、それでは頑張ってもらいましょう。はい、それでは遠坂美羽ちゃん、一発勝負30秒、よーい、スタート。おっそー、嘘でしょ。おっそー、衝撃。待って、もうしない。え、おっぱいかゆい、ちょっと待って。みんな応援してあげて。あれ、頑張れ、頑張れ、座ってる、頑張れ、頑張れ、諦めないで。あ、いいですか？もちろん、もちろん、もちろん。30秒間、はい、でもあと5秒、4、マジか、3、2、1、終了。おっぱいかゆい。おっぱいかゆいじゃないよ。どういうこと、そこまず。何、こう揺れたらおっぱいかゆいんですよ、これ。何今のジャンプ、何これ、何これ。何が起こった？何、初めて見たんだけど、あんなの。めっちゃかっこよくなかったですか？かっこよくはない。かっこよくはないし。何回目ぐらいで今転びました？何回目ですか？もう数すぎて、もう怖すぎて数えてない。でもですね、安心してください、おっぱいはたくさん揺れておりました。ありがとうございます。よかったです。いやー、ただ衝撃的な下手さでございます。嘘、本当ですか？嘘じゃないです。いや、私は振り向いてパッて見たら、もう座ってたもん。座ってたよね。さあ、ということでランキング入るんでしょうか、はい、ね、もうランキングいらないんじゃないですかね、もうね、はい、もう今もうこの辺にもうさつけておきましょうか。さあ、それでは、結果発表していきましょう。さあ、遠坂美羽ちゃんの回数は、ドク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 とかいらないね。いらないよ、スッと言います、はい、23回、はい、ありがとうございました。やった、23回。ファンの方にね、カメラに向かって一言お願いします。美羽パイは実は運動神経悪いんだ。バカ野郎、バカ野郎。ちょっと100回いかなかったから、最後一発ギャグで、本当だ、終わらないといけないんで、最後それで終わりたいと思います。こっちのカメラでお願いします、はい、それでは皆さんお願いいたします。え、面白くなかったら永遠終わんないですよ。3、2、1、はい。間違えてリップクリームをスティックのりと間違えて塗っちゃった人のモノマネ。はい、そう、顔じゃん、芸人さん枠だよね。ありがとう、また遊びに来て、はい、ね、はい、ぜひ。じゃあこの後も撮影会頑張ってください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうした、何ですか？え、もう全然100回いかなかった。いや、私実はダンスできるんですけど、運動神経悪すぎて 50m 走も10秒台とかで、実は運動神経がないんですよ。